対局するときはお願いします、終わりましたらありがとうございます。友達との触れ合いもできるし、他の町行ってもあの子もいた、この子もいたって友達会話もこうできるからね、気持ちも上がることになると思います。この駒の読み方はわからない子いるよね、2人ぐらい。これでやるハブすぎすぎな。テレビでちょっとね、出た時ね、私が、あ、お坊さん、終わってみてくれる？ちょっと、あ、そう、こういうふうに。はい、同じよ。一番最初にこの駒を覚えてください。並べ順番です。この歩、休暇しまるんだよ、王様の前からね。そして、こちらへ置いて。こう。じゃあ、対局してみます。はい。じゃあこれ戸が4つだから僕がね、あと、うん、これなんで来たと知ってる？どん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 ここへ壊そうと、良いことなんですよこれね。ここね、なぜかというとここ後でこのままだと取られちゃう。少しこれちょっと見ますね。これよくていいだろ。ここ将来、まあ、こっちでもいいんだけど、これ、ここどうしてきたのかな、あれ対策しなきゃいけないね。ここを投げて、誰でもいいね、一人こっち、こっちだよ。僕の番だ、僕の番。ここをどうも書いてみな。こう、相手が全然入ったら、もう必ず投げる。そしたらね、あの、この、ちっと、将棋やってて、楽しかったから入った。お願いします。ちょっと難しかったです。家でも将棋を遊び始めたから、そのまま続けてもらって、相手を積みにして楽しんだりできるかと思います。子どもたちのコミュニケーション、子どものぐらい、今まで子どもたちは学校の勉強とかで、子どものゆとりがないものですから、子どもたちの人と触れ合い、交流を大切にして、まだ複雑な駒の動きとか、礼儀作法を身につけていただければなと思って、毎年開催しております。はい、今度は、ここまで。